止めるともう一度お確かめください。上昇中は揺れることもございますが、揺れましても飛行の安全には影響ありませんので、どうぞご安心ください。中部国際空港までの飛行時間は離陸後1時間55分を予定しております。到着までどうぞごゆっくりとお過ごしください。